こんにちは、坂井ギタースクールです。今日はね、ちょっと皆さんこれを知ってますかね。これ、これはね、ダダリオから出てるやつなんだけど、バリグリップとか言われるね、なんかあの握力鍛えるやつ、これ楽器屋さんとかで、まあギターを弾く時のこの指トレーニングみたいな、なんかそういうのでね、まあまあ使われてたりとか紹介されてるんですけど、これね、皆さん知ってるかな。ね、まあ結論から先に言うと、あんまりおすすめしないアイテムです。紹介というか、こう動画ではあんまりおすすめしないとか言っちゃっていいのかな。いや、これをね、中には絶賛してる人もいるかもしれないから、ちょっとわかんないけど、僕としてはね、あんまりこれね、おすすめしないんですよ。で、最初に僕この存在を知ったのはいつかな、中学生か高校生かぐらいの、多分そのあたりなんですけど、まあ田舎、僕ね、もう北海道の田舎育ちなんで、まあ、近くの楽器屋さんにはね、小さな楽器屋さんには売ってなかったような気がします。で、東京にね、行くことがあって、で東京の楽器屋さんでこれ見つけた時に、うわ、これすごい欲しいと思って、まあ、買って、もう買ってすぐホテル戻って、うわ、もう今すぐ使いたいみたいな、そんな感じでこうね、ホテル帰ってもパッケージ開けて、よしってこうやって、でもう使った瞬間、あ、これダメだなって、あ、これダメだって感じたアイテムなんですよ。で、別にこれ、こういうシステムがダメとは思わないんですけど、これね、結構きついんですよ。結構きつい。このグッて押すのがね、押し込むのがね、結構きつくて、で、そもそもこれを普通に押せる力のある人にとって、これはね、必要ないと思うんですよ、ギター弾く上で全く。で、こういうこうね、曲げたり広げたりっていう筋肉って、結構まあまあ大事な筋肉ではあると思うんだけど、そういう力のまあない人がこういうのを使って鍛えられるんだったら、まあそういうのもね、ありかなっていう気はするんだけど、力のない人にとってはこれはもう地獄ですね。もう手痛めちゃう、どっかもう痛めちゃうんじゃないかっていう、そんな感じ。これはきついよみたいな。で、これ誰向けに作ったアイテムなのかなって。で、いろいろこう見てると、これはね、ダダリオっていうメーカーが出してるアイテムだけど、その他になんかこう筋トレ系のアイテムでもね、こういうのあるんですよね。なんかこう、この辺をつかめば親指を鍛えられるみたいな。親指ぐらいだったら、まあこういうのもこれで P が良くなりますかって、そういうわけもないなって感じするけどね。でもまあどっちにしてもね、結構きつい。本当に僕的にはどの層に向けてのアイテムなんだかがちょっとよく分かんなくて、でこういうふうにピンポイントでここを鍛えようとしてもね、結構痛めちゃう人多そうな気がするから、
微妙、わざわざ微妙な商品を、うん、で、そうそうそう、僕その高校生の時にね使って、あーこれはダメだと思って、もうそのそれっきりだったんですよ。でこうね、いろいろまあしっかりと抑えるための筋力があるっていうのは結構やっぱ大事だから、でそういうこう基本的な筋力をつけるっていうアイテムとしては、ひょっとしてこれなんかこう強さのね設定、一番軽くすれば柔らかかったりするのかなと思って最近ちょっと買ってみたんです、また、うん、で、ね、こう一番こう軽くシャコ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 っていけるぐらいの軽さの、これなんかあのネジがねあるんですよ、ネジがこの辺、ここ回すと強さ変えられる、これ多分一番今弱いと思うんですけどね、うん、で弱くすればひょっとしたらと思ったけど全然ダメですね、うん、一番弱くしてもこれでなんかしっかりと押せる人は、そもそもこんなトレーニング器具いらないって思うし、うん、こういう運動したい人にとってはちょっと過酷すぎるこのトレーニングみたいな、うん、そんな感じでした、はい、ということで、これねもし使ったことある人いたらコメントください、うん、いやこれ本当にすごい効果があったよとかいう人がいたらちょっと知りたいですね。僕的にはちょっとこれ使ってなんか手痛くなったら困っちゃうねっていう心配のあるアイテムでした。価格的にはね、いくらだったかな、1500円ぐらいなのかな、うん、1400円とかなんかそのぐらい、うん、だからまあ試しに買うっていうのはちょっとありかもしれないけど、でも、うん、まあ私ちょっと力弱いんですっていう人はこれ絶対使わない方がいいですね、うん、なんか第一第二関節あたりを痛くしそうな気がする、はい、という動画でした、これもしいやこれいいよとか、なんか使ってみてこうでしたとかいう人がもしいたら、コメント待ってます。